やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。面白かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。菅田将暉さん、中村倫也さん、そして松坂桃李さんという今、芸能事務所トップコートのイケメン3人を連続して占っております。はい。たまにはいいよね、そういうイケメンをずっと占って、連続して占うっていう日々もあってもいいよね。ね、この後もね、なんかね、あと、ドラマ、菅田将暉さんのドラマつながりで、綾野剛さんと星野源さんを占おうかなって思ってます。いいよ、なんかイケメンばっかり占う時期があったっていいじゃない。はい。ということで、松坂桃李さん。ね、この前、中村倫也さんの時に、トップコートという事務所がどのくらいすごいのかっていうのを語りましたが、その中に松坂桃李さんもおります。松坂さんは、本当にいろんな役やられますよね。いや、いろんな姿を見せて素晴らしいなと思う。本当実力がある。うん。で、カバラス秘術出してみました。裏表がなかった。なかった。見たまんまなんだね。もう何にも隠すところがない見たまんまの感じです。両方8です。8っていうのは駆け抜ける戦士タイプですね。リーダータイプは1と8と9、その中の一つ、リーダータイプです。かなり力強いリーダーです。両方8なので、もう、8っていう人がどんな感じなのか、もう思い切って言うよ。思い切って長々と言うよ。資質。8の人ね、資質。白黒、はっきりつけたい。白黒。はっきりつけたいタイプであり、不思議と周りが白黒に分かれてしまう運命を持っています。ピンチに陥った時、今まで助けてきた人に助けられる宿命も持っています。とてもパワフルで、胸にある理想を現実にしていく力を持ちます。性格、個性的、負けず嫌い。好き嫌いがはっきりしているため他人と協調していくのが結構難しいです。ですがそのパワーゆえに他人が合わせてくれることが多いようです。何事にも情熱を傾けられる強さを持つ人なので慕われることも多いです。ただそれに縛られることは嫌います。注意点。8の人ね。細かいことを気にしないので周りの迷惑を考えないことがありそうです。物事に手出しをする前にこの手を打ったらどうなるかという予測が少し必要そうです。なるほど。恋愛はね、非常に情熱的です。この人と決めたら、突き進みます。押して押して情熱的に迫ります。冷めづらいのも特徴。で釣った魚に適度に餌を与えて可愛がるタイプです。でもその情熱、熱すぎる情熱に耐えられない相手もいるのは確かです。仕事と適職。すべての数字の中で一番お金や仕事関係に強い数字です。趣味とか好きなことを仕事にすればおそらくほぼうまくいきます。無論、自分の部下の力を借りてですが、あなたに力を貸してくれる人は多いと思いますよ。適職ですが、営業などの折衝能力が生きる職業とか、物事を形にしていく、建築とかも向いてます。同じことを繰り返す事務職とかは避けた方が良さそうです。なお、人に使われているよりも独立した方がうまくいく可能性が高い。という8です。8を詳しく説明してみました。どうでしょう。松坂桃李さん、両方8だったんだ。そんなに情熱的なんだね。ほうほうと思って。では、松坂桃李さんの今後1年の運勢、仕事運を見てみますね。はい。ズバッと出ました。そうだな。中村倫也さん、この前占って、この前というかこの前に占って、最終結論がとっても良かったんですけど、松坂さん、全体的に厳しいかな。なんだろう。まず過去は肯定なので、とっても信頼されてるし、いい役もたくさんもらえてたと思います。でもね、現在が審判の、
逆を背景にし、死神の逆。なんかね、物事の成果が出ないとか、なんだろうね、今のこの某感染症によるなんか仕事がちょっとなくなってしまったとか、そういう感じかな。なんかそれを背景に、でも死神の逆はいいんですよ。なんか古くて悪いものを捨てて、死からの再生、うん、なんか良い感じに生まれ変わってはいる。なんかこういう環境の変化というか、なんかうまくいかない、ちょっと実践というか仕事がうまくできないことを背景に、なんか新しく生まれ変わろうとしている、うん、なのでいい状況といえばいい状況なんだけど、でもね、気持ちが良くないんだな。顕在意識は月なので、不安とか混沌、迷いの中にいます。今ね、この先どうなるんだろうっていう迷い不安でいっぱい。顕在意識は、で潜在意識も運命の輪の逆なので、なんか何もかもタイミングが合わないとか、なんか歯車がうまくこう噛み合わない、チャンスがないっていう感じで、なんかね、苦しい感じが全体的に現在にあるかな。サンキュー神様はそんな中で作ったのだろうか、ちょっとね、どうなんだろう。で、近い将来2、3ヶ月後とかも釣り人の逆なので、ちょっと頑張っても努力しても全然報われないんですけどっていうね。あ、なのでこれ全体的に多分ね、感染症のせいだと思うよ。ね、芸能界全体的に厳しいもんね、占ってもね。松坂さんの立場が陰者の逆を背景に世界の逆。めちゃめちゃ暗いな、大丈夫？すごいネガティブで引きこもってしまうとか、病んでしまうとか、なんかね、そういうのを背景にして未完成とか、中途半端に終わっちゃう。今結構な、ストレスとかひどいのかなと思ってしまった。どうなんだろう、なんか、悲しみとか辛さとか、なんか、そういうね、負のエネルギーがすごい強く感じられるんだけど、なんかそれを背景にして、なんか仕事が中途半端になってしまうとか、手つかずとかね、集中できないとか、なんかそんな感じがあります。で、松坂さんを取り巻く環境ラバーズの逆、恋人の逆なので、人間関係もなんかあまりうまくいってない。コミュニケーションがうまく取れてないっていう感じがします。なんだろう、自ら人を遠ざけちゃってるのか、それとも感染症のせいで人と関われなくなっちゃって辛くなってるのか、うん。で、可能性のところに女帝の逆、女帝の逆、女性的なカードが出たね。なんか大切な女の人を失ってしまうとか、もしくは、うん、そんななんかダイレクトな意味じゃなければ、抽象的な意味なら、ご自身がちょっとめめしくなっちゃうというか、なんかね、こう女性的なわがままさ、傲慢さとか、うん、あとはね、なんか、プライドとか、見栄とか、見た目とか、そういうのを気にしてしまう。上辺をちょっと気にしちゃう。っていうような感じになってしまうのかね、ご自身が。そういう可能性があって、最終結論に鳳凰の逆なんですよ。これは協力者がいなくて、うん、孤立しちゃうとかね。すごい、なんか全体的に、ちょっと大丈夫ですかっていう、なんか、どう声をかけていいやらみたいな、ちょっと悪いカードがいっぱい並んじゃって、今私も、ちょっとね、なんだろう、動揺してるんだけど、で、注意点にもね、タワーが出ちゃったんですよ。アクシデントとか事故とか病気とか何かね、巻き込まれるとかね、人間関係の悪いものに巻き込まれちゃうとか、そういうのに十分注意してくださいね。ちょっとこの一年かなり辛そうなので、うん、そしてこと心もめっちゃネガティブになってそうなので、本来こうエネルギッシュな明るい8の人なんですよ。なのでそうだなぁ、とりあえず今年1年は自分の心の健康を第一に考えてほしいかな。なんだろうね、仕事のせい、仕事がないのか、逆にありすぎて忙しすぎてあれなのか、なんかすごい精神的に追い詰められてる感があるんですよ。
すごく心配。すごく心配。どうしたらいいの？これ誰に伝えたらいいの？めっちゃ心配なんですけどって。トップコートの人って言って、トップコートのマネージャーさん、松坂さんの気持ちがとっても心配です。気持ちと状況が。なんか、松坂さんのね、今期とか占おうかなって思ったけど、そんな感じでもない。一応占う。松坂桃李さん、結婚はしたいのかな？結婚はするのかな？松坂さん結婚はしますか？皇帝の逆、あんまりなんかポジティブな感じが出なかった。なんかね、これだと、するっていう感じ。うん。旦那さんになるっていう感じ。一家の主になります、主人になりますみたいなね、感じがするけど、それは逆でしょ？逆。理想が高すぎるとかなのかな？それとも、なんかさっき言った蜂の性質みたいになんか、情熱が強すぎて、それについてこれる人はいないとか、まだしばらくは結婚に結びつかないかな。もしなんか結婚するとか出たら婚期を占おうかと思ったけど、まだね、しばらくないかなっていう感じがします。はい。では、以上になります。はい。とっても心配なので、誰か伝えてくれ、誰に。何を。事務所の人に伝えて。はい。では、たまきじゃんけんいくよ。たまきじゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。Thank you.